はーい、ということで松本山吉田中丸11です。ちょっとね、あの前髪の方ね、あのちょっとあのニット帽かぶってたんで、あのふわっとさせてきました。そしたらね、こんな感じでね、ちょっとね、あのうん、あのダメとこシータ、ダメとこシータ、はい。今回ねやりたいのは、いろいろ当たったんだけど、みんなわかるかない、だーもうサムネで出ちゃってるー言ってる話ですけどね、もうラストチャンスです。もう僕にはもう向いてない、これはもうお金がない、 J3 だしもうお金ないよ。ということで、一応まあ来年は、来年、今年はこれもうないんです。来年これ J1、J2 しか入ってないんで、これ J1、J2 しか入ってないんで、サイン入りカード今まで入ってましたけど、僕はサイン入りカード、入らないことになるんで、今年は。ということで、2021でここで当てなあかん、自分を。ということで当てていきます。ということで、まず1箱目から当てていきましょうか。はい、あ、福森選手ですね、でっかいでっかいカニ送ってくれました。やっぱ北海道はね、海鮮うまいよ言うて、で長野は海鮮ないよ、あの海鮮っていうか海面してないよいう話したんですけどね。だったら一回北海道の、海鮮食べてみようということで送ってくださいました。やつやん。あ、丸選手ですね。丸選手の弟が僕の大阪桐蔭の1個上のキャプテンでしたね。めちゃめちゃ体でかくてね、走る音だったです。怒られる？マルさん大丈夫でしょ？怒らないでしょ？マルさん見てる？マルさん怒らないでしょ？あ、水沼選手ですね。あれ、ディフェンスしてたな思ったらもう一番前にいますね。ほんまによう点取ってるイメージはあります。それも、みんなを助けた後、その後点でまた助けるとかね、アシストで助けるとか、もうすごい運動量豊富なイメージで、お父さんも有名な、選手で今解説とかしてますね。行こうか、どんどん。あ、関選手ですね。すごい例の方をつけてましたね、西武で。あ、セールジュン選手、セールジュン選手ですね。前も言いましたね、これ綺麗にしてるな、同じ美容室でね、気に入ってますわ。毎週試合前横剃ってます、綺麗に。あ、杉森選手ですね。名古屋の時に僕ら岐阜で苦しめられたのかな、なんかそんな思い出があるような気がします。町田とかにもいましたね。徳島やないか今。はい、ということで次、白井選手は走り速い人かな。センターバックの人なんや。はい、行きます。はい、ドン。あ、東口選手ですね。この人めっちゃセーブしますよね。なお、それ止めるっていうのめっちゃあるんで、やっぱりこの人すごいよね、ほんまに。誰が言ってんねんって話ですけどね。富田選手ですね。金沢の17番時田選手、時田は松本山が、富田選手いましたけど、関係ないのかな、関係ないっぽいです。仙台で17年を迎えたバンディエラ、17年ってとんでもない年数ですよね。そう、17年もできるってえぐい。僕で今11年目なんで、17年はほんまにマジですごい。そこまで継続できないもん、普通。僕も頑張ろう、もうちょっと。でも同じチームっていうのがまたすごいですよね。あ、坂本選手ですね。殿下の宝刀、左足ギューンがありますね。まあ僕とはちょっとタイプちゃいますけど、滑らかにキックフェイントするタイプ。僕はもう一発、もう大逆転切り返ししますけど、彼は繊細なんで、大逆転と見せかけて、もう一回中に入ったりね。説明下手ですか？まあけど、すごい繊細なタッチ持ってますね。羨ましい。岡野選手ですね。あ、ビクトルさん。ビクトル選手ですね。岐阜でも一緒にやってましたけど、今年山形で一緒にプレーすることになって嬉しいですね。楽しみです。めちゃめちゃ練習するからね、この選手。まあ、山鹿のキーパーめっちゃ全員練習するけど、山鹿のキーパーほんまレベルタパイってないね。レベル高いんで、また今年のあれも争いも、楽しみですね。あ、陽選手ですね。浦和行きましたね。
まあ心臓でしたね、完全に。また浦和でもそういう感じで活躍するんですかね。あ、次は京平選手ですね。フロンターレで一緒でした、いつもすごい面白かったし、目つきたまに怖いですね、うん、でめちゃめちゃ優しいし、いつも家呼んでくれたんですけど、目つき怖いですね。笑ったらすごいすごいいい笑顔してるのに、こういった時めちゃめちゃ目つき悪いですね、うん。酒井選手ですね。弟、酒井豪徳選手の弟になるんですかね。そうですね。あ、長澤選手ですね。先日佐賀の選手の結婚式でお会いさせてもらいました。あのフロンターレの時も練習参加で来てましたね。フロンターレの練習参加してました。とんでもなくうまかったですね、この人。まあ、今でもめちゃめちゃうまいんですけど、その時もとんでもなくうまいなと思ってました。18だったんで僕も。あ、マルコスジュニア選手ですね。カメハメハとかゴールパフォーマンスね、カメハメハとか紀元山とか打つんですけど、やっぱりあのカメハメハとか紀元山打つ前に一回周りにチームメイトがね、どこら辺にいるかっていうのを確認してますね。チーム思いなんですね。そういう一面がちょっとねちらほら出てるんで、皆さんも確認してみてほしいなと思います。はい。あ、小泉選手ですね。この人も坂本選手と同じチームやったんかな。すごいタイプが似てますね。坂本選手の真ん中版っていう感じですね。坂本選手はサイドにいますけど、はい、次行きます。はい、次行きます。はい、次行きます。谷口選手のサイン入りカードやー。谷口選手は、岐阜の時ね、僕、練習試合とかね、いつも来てました。岐阜工業高校出身だったと思うんですけど、書いてないなと。岐阜工業高校出身だったと思うんですけど、今は、あれかな、新潟にいるんですね。で、岐阜で練習試合とか、よく来てて、めちゃめちゃ点取ってたし、それでもまあ岐阜に入る縁はなかったけど、岩手に行ったんかな。岩手に行って熊本に行って新潟に行ったっていう、すごい。そこで全部で点取ってきて、でまた新潟でもめっちゃ点取ってますね。でこの人は僕岐阜の時にユニバ行ったんですけど、ユニバでこの谷口選手も大学の友達と行ってたんかな。ユニバ僕練習試合とかで一緒やったはずやったんやけどね、見て見ぬふりしました。僕のこと気づいてないふりしました、絶対。俺は今でも覚えてるよ、それは。はい、次行こうか。あ、新井選手ですね。新井選手は熱いプレーがたまにありますね。もう敵をあらーっていう時の差が激しい。カズ君と仲いいんかな、カズ君とグータッチしてたんですけど、その時めちゃめちゃ素晴らしい笑顔だったんですけど、試合始まって急に一回ね、ハーフラインぐらいでバッチン、相手僕たち山川の選手とバッチンになった時に、あれって言ってましたね。もう表と裏、もうサッカーが始まるとガラッと性格が変わる熱い選手です。あんま知らんけどごめんなさい、上で見てましたわ。おう、あ、大島亮太選手ですね。僕の結婚式とかも来てもらいましたけど、まあ、今まだね、僕もね、気軽に連絡できる感じではないですけどね。うん、僕があんま活躍できてないから、活躍したらしっかり、連絡しようかなと思います。そういえば明日誕生日じゃん。1月23とか誕生日じゃなかったっけ。LINE しとこ。おう、ごつくね、ごっつ。赤崎選手ごっつすぎん。いつも髪型なんか変わるイメージはあります。ごっつい。モリリアでこの体耐えれるの。モリリアってすぐ伸びるんで、見てくれたら分かると思うんですけど、縦線を入れてる選手がいるんですよね、モリリアって。モリリアって、あ、縦に塗って伸びないようにしてる人もいるんですけど、多分それしてないと思うんですよ。よく伸びる選手はモリリアってすごいいい皮使ってるんで、よく伸びちゃう選手はこう縦の線を入れるんですよ、縦の縫い目を入れるんですよ。それによってあんまり伸びないようになるっていうのはあるんですけど、それ入れてないと思うんですけど、耐えれるかな、モレリア。それぐらい体もごつくてキレキレの選手です、ね、あ、黒川選手ですね。黒川選手大阪桐蔭出身ですね。天皇杯の時挨拶してもらいました、ありがとうな、うん。小池純一選手ですね。またこの年になってまだ点取るっていうぐらい成長してる選手ですかね。誰が言ってんねん、誰目線やねん俺。あ、前高の弟ですね。前高、ごついですけど、前高はすごいガリガリなんですよね、ガリガリ。でも前高もね、ちょっと前のね、試合、まあ、山口の1年目、あいつが山口1年目ぐらいの時、めちゃめちゃごつくて、同じような体してましたわ。山口で2年目ぐらいから、なんか、みゆきとか、小野瀬とか、なんか、あそこら辺みんな、
細くなっていって前とかもめちゃ細くなりましたね。何かあったのかな、なんか食事制限したとか聞いたけど、それによってみんなぐん上行ってみんな J1 行きましたよね。通り残された、笑えません。コーヒーも冷えました。